演舞開演。どうも、本日はこちらの町田シナモンというシナモンドリンクを飲んでみたいと思います。このシナモン、清涼飲料水なんですね。なんだかお湯とかで割るといいらしいですね。でも、まあ、まずはうわ、シナモンの香りだ。当然か。そんなにおとぼしいことしたくはないので、ちょっとだけ原液を入れてこれで飲んでみますね。では、お水を入れて飲んでみます。はい、続いてはお水を入れて飲んでみます。まあそのままより飲みやすくはなりますね。やっぱり原液のままだと結構シナモンの香りと苦味がきますね。うわってくるような感じです。シナモンが好きという方にはおすすめできますが、シナモンの方はもう水でピアンされてしまいそうです。なのでやるときはくれぐれもその点に注意してくださいね。お料理とかでも使いやすいということですので、また今度何かやってみたいと思います。いろいろアレンジができるのは嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。